今北産業夜勤さん経験中40代だけどプログラミングが義務教育化される中で義務教育の内容を知らないなんて嫌なのでプログラミングを勉強しようと思っています。プログラミングの基礎って今なら何を学べばいいですか。トホホの www 入門というサイトがあるのでそれを全部読んでください。タイトル自分でおめでとうって言っちゃうんだ。ほんとね、あのね、みんな言わないんですよね、自分で。僕の知る限り、なんかあのね、 YouTube ってチャンネルが10万超えるとなんか銀の盾っていうのをなんかね、銀色でできた盾がもらえるらしいんですよ。で、大体僕が見てる限りの人ってみんなありがとうって言うんですよ。で、なんだろうね、あの、いや、おめでとうって言われて、うんうん、はいはい、どうもと思うんだけど、なんだろうね、ありがとうではない気がするんだよね。なんだろう、そのまあ、お金もらった人に対してありがとうと思いますよ。例えばこの200円払って総合職で就職するとしたら、求人広告と派遣会社どちらが幸せありと思いますか。で、求人広告会社ですよ、派遣会社っていうのは他人のあのピンハネをするだけなんで心が削られますよみたいな話があるんだけど、でもこの人200円払ってるじゃん。だお金くれた人にはありがとうって言うと思うんだけどさ、言うてもさ、10万人のさ、ほとんどの人はさ、なんとなくさ、クリックしただけじゃん。そのなんだろうな、なんとなくクリックした人でも確かにありがとうって言いたい気持ちは分かるんだけどさ、ほら、そう、なんとなくクリックした人にありがとうって言ったとします。10万人なんとなくクリックしました。で、なんかじゃあ200円払ってそのタスクヘイブンの存在が世界的に知られたってもそれを解決しようとしない世界に絶望しかないって書いてる人は200円払ってるわけですよ。で、200円払ってる人はさ、さすがにありがとうって言った方がいいじゃん。でもさ、その単なるクリックの人にありがとうって言ったらさ、200円払ってる人にありがとうって言ったらそれ等価じゃん。そうするとその無料でクリックの人にありがとうって言わないで、お金を払ってる人にありがとうって言ってる方が、そのありがとう感はお金払ってる人に伝わると思うんだよね。何の話？広告費は、広告費お前払ってねえだろ。はい、すいません。で、タック成分が、残り続けます。で、それを解決することはありません。あと、タックス成分が必要な事業もあるんですよ。この話って前に1回したと思うんだけど、例えばじゃあ映画を作ります。じゃあそのなんか、天気の子って映画を作りました。10億円かかりました。で、10億円かかってみんなで作りました。で、10年間かかって10億円回収できました。日本の会社でやった場合、丸赤字です。要はその10億円で赤字が出ましたって言って、最初の年って作るだけだから、まず10億円赤字じゃないですか。で、あの、日本って赤字って5年間しか、要はあの、トントンにできないんですよ。なので、例えば5年間0円の売り上げで、6年目で突然10億円売り上げ上がりましたってどうなるかっていうと、10億円まず支出でなくなりました。で、6年目に10億円の回収がようやくできました。はい、法人税で5億円持ってきますっていうのになるので、手元に残るの5億円なんですよ。なので、その場合って10億円払って手元に5億円しか残らないので、5億円損なんですよ。でも長期で投資をしようとした場合って、10億円かけて、で、映画が売れて DVD が売れて、で、それがテレビで放映されて回収されて原作の本が売れてとかって、何年っていう長期で回収するんですよね。でも日本の税法上って5年でしか回収認めてくれないので、そうするとタックスヘイブンに、じゃあその映画会社が会社を作って、そこで10億円っていうのを損失として作って10億円回収しましたってやると、そこは法人税がかからないので10億円トントンだからよかったよねってなるんですよ。要は10億円払って10億円戻ってきたので、あ、よかったねと。で、10億じゃあ1000万儲かったんだったら、1000万円利益が上がったから、あ、よかったね、もう1回映画作ろうねってなるんですよ。要は10億円払って10億1000万払ったら1000万円の利益があるから、もう1回作ってもいいよねってなるんだけど、日本の会社だけでやろうとすると、10億円で作った映画は20億円の利益がないと回収できないのよ。要は法人税で 50% 持ってかれちゃうからっていう
仕組みもあるので、天気の子見てないんだけどね。なのでそのタックスヘイブンがそれ自体が悪いかっていうと、僕はそうではないかなと思うのが、そういうのがあって、要はその映画を作りたい、そう、売れるかどうか分かんないけどいい映画を作りたいと、でトントンだったらいいよねっていうのができなくなっちゃうのよ。要はそのなんかマーベルみたいなさ、超絶儲かりますみたいなのだったら、もうなんか5億円払って作って、なんか100億円儲かりました、イエイ、よかったぜイエイってなるんだけど、そんなに儲かるか分かんないけど、いい映画だからこれは作った方がいいよねっていうのを、じゃあ1億円みんなから集めてお金作って、ようやく映画撮りましたと、でギリギリトントン1億円いきましたってなっても、日本の税法だとそれ損になっちゃうのよっていうのができないので、タックスヘイブンがじゃあ社会的に意義があるかっていうと、意義があったりもするのよ。なので全面的にタックス成分が悪いっていうのはどうかなと僕は思ってます。はい。でもこの話ってあんまり世の中の人しないんだよね。あの、要はさ、そのタック成分って悪いことをする人もやってんのよ。悪いことをしてる人も使うから、悪いことをしてる人使うんだったらタック成分ない方がいいよねって言って、で世の中の人ってタック成分だったりとか社会の仕組みって知らないから、タック成分なんてなくても困んないじゃんみたいになるから、タック成分使うやつなんて悪いやつはタック成分なんてなくなればいいよねっていう論調になっちゃうのよ。なのであんまりね、あの、僕、まあそれも世間の論調としてはまあしゃあないなと思うんだけど、ただそうじゃないっていうのが世の中にもあって、そのおかげでその面白いコンテンツが世の中に手に入りますよねっていうのもあったりするわけですよ。例えばあの内部留保がうんぬんって話って日本でもちょこちょこ言われるんだけどさ、なんかあの企業の内部留保がこれぐらいあるんだから、なんかそれを配ればいいのに日本は配らないのが良くないみたいな話で、でそれをさ真に受けてさ話する人いるんだけど、あの内部留保って会計上現金じゃないことが多いのね。例えばじゃあさ、僕がじゃあ出版社をやりますっていうので、まだ10億円資本金を集めて作りますっていうので、じゃあ、いや、証券集めてやめよう、話がよろしくないから、じゃあ1億円儲かりました、でその1億円儲かったお金で印刷機を買ってインクを買ってプリンターを買ってっていうので、1億円を使ってようやく出版社としての設備投資、機械を作りました、工場も作りました、でこれって1億なんだけど、元々の1億円っていう利益を設備投資に変換しただけで、預金通帳0円になってんだよ。で、こっから頑張って本いっぱいその工場で作って本売るぜっていう時に、その1億円配ればいいじゃんって言われても、いやいやいや、機械になってるしっていう。なので要は現金じゃなくて上がった利益を設備投資に変えたとしても、それは内部留保なのよ、会計上ね。なのにそれと内部留保っていうのはなんかね、現金であるって思うのよ、頭の悪い人は。で、あのメディアは内部留保が設備投資の機会になってるとか書かないのよ。そうそう、現金留保じゃないのよ。で、まあね、現金留保の現金を配れって言うんだったらまだわかるのよ。要は現預金がこれだけあるんだから、任天堂現預金これだけあるんだから配れっていうのはまだわかるんだけど、内部留保っていうのは設備投資に変換して預金通帳0円っていうのもあるのよ。でも頭の悪い人って内部留保イコール現金だと思ってんだよ。でメディアもそんな説明しないのよ。そう、在庫も資産なのよ。だ、例えばさ、そう、じゃあ、あの化粧品作りますとかで、じゃあ1億円で工場を作って1000万円で化粧品を作りました、化粧品1000万円分の在庫があります、これ全然売れませんっていうので、倉庫に1000万円分の在庫が溜まってて困ったなと思ってたら、内部留保配れよって言われても、いやいやいや、この化粧品買ってくれよっていう話で、じゃあ化粧品配んのみたいな話じゃん。なので内部留保っていうのが現金であるっていう誤解を頭の悪い人はしてるんだけど、でメディアの人もね、それを解こうとしないんだよね。要はあの内部留保って現金じゃないよ、設備投資も在庫も含むよっていうのがあるんだけど、在庫とか設備投資っていう概念が頭の悪い人ってわからないのよ。で頭の悪い人にその物事を説明する必要ってないとメディアの人って思ってるのね。だって理解されないんだもん。なのであの内部留保を企業が貯めているから、あいつらが金をずっと貯めているせいで日本の景気は悪いんだ、だから内部留保を吐き出せみたいなところで誰も文句言わないのよ。なんかそれに文句言ってもさ、なんか金持ちがなんか文句言ってやがるぜみたいになるじゃん。僕も一応金持ち側になっちゃうからさ。
でもその現実っていくとそういうもんじゃないよね、それ現金じゃないよねっていうのなんだけど、なかなかそういう話にならないですよ。ちなみにバランスシートでいくと内部留保というあの勘定科目はないんですけどね、はい。信用と信頼の違い分かりやすく教えて、人によって定義が違うからその人に聞いて。もうちょっと分かりやすい証があればいいのね。で、その現金配れっていうのもどうかと思うんだよね。例えばさ、その、じゃあ、任天堂っていう会社がさ、1万人社員がいるとするじゃん。そしたら、まあ、1人当たり、じゃあ、なんか、月給の平均がさ、30万円だとして、1万円を、そのさ、1万人いるとしたら、毎月30億円払わなきゃいけないじゃん。要は、その、毎月30億円の現金がないと、給料払えないのよ。で、そうするとさ、その、現金で30億円もこの会社が持ってる、それを配れっておかしいじゃん。でさ、任天堂がさ、たまたまさ、めちゃめちゃ設備投資して、全く売れなかったとするじゃん。例えば、なんかスイッチ2みたいなのを作ってさ、全然売れませんでしたって言ったらさ、現金ゼロじゃん。でも、内部投資の3、その、内部の現金の30億円を配ってたらさ、給料払えないじゃん。で、給料払えなかった場合ってもう不払いになって、で、不払いが会社で起きたら金貸してる銀行とかってもう全部貸し剥がしですよ。あの銀行とか、その要は契約先とかで不払いだったり、その不当たりだったり起こした場合って債務は一括で清算しますよっていう契約条項ってあったりするのね。いや、すげえ安定してる会社でも不当たりとか不払い一回やった瞬間に全部その借金とかって解消してくださいってなっちゃうのよ。で、そうするとさ、任天堂って超優良企業なんだけど、たまたま1ヶ月間状況が悪かったおかげで、で、現金配れっつって現金配って給料払えませんでしたって言ったら、もう任天堂倒産ですよっていう感じで、その会社にとって必要な現金がいくらかっていうのは外部からわかんないのよ。で、トヨタだって世界中にあれだけ社員がいるからさ、毎月の現金がどれぐらい必要かなんてさ、外部の人が知ったこっちゃないわけですよ。その会社の人たちが自分たちでこれぐらいの現金があったら安全だよねっていうのを専門家として判断することで、外部の人がなんかよくわかんないけど30億も現金あるんだから半分配ってもいいんじゃねえとかっていう話じゃないと思うのよ。でも頭の悪い人たちってそれがわかんないし、メディアもそれを説明する気がないので、内部留保を配れとか、なんか現金の積み立てがこんなにあるから配れとかになっちゃうのよ。だからなんかね、頭の悪い人にこのおもねるような話ってあんまり良くないと思うんですよ。とはいえ世の中って頭の悪い人の方が多いので、あの僕のような話よりもそうじゃない話の方が一般的というか、あのなんか正しいというか、なんかあの正当性のある話になるんじゃないかなと思うんですけど、はい。